マリサー。マリサー。どうしたんだぜ、これ見てよー。はぁ、またあいつらか。なんか最近よく見るよね。というわけで今回は中国関連について解説していくんだぜ。さて、タイトルコールしておいてなんだが今回尖閣諸島問題がかなり長くなりそうなので、プクアについて知りたい人は後ろの方までスキップしてほしいんだぜ。さて、今回は額に日本の領土である尖閣諸島に、今までもたびたび領海を侵入して中国の海警と呼ばれる船が、日本の漁船を追い回すなどのことが、最近たびたび起きていて問題になっていたのだが、今回どうやらその回数が増えてきていて、海上保安庁も手が足りなくなってきているんだぜ。いやいやさすがに大げさじゃない?とりあえずこいつを見てくれ。今週月曜。うわ、何これ、昔こんな感じでロケットランチャー撃ってきた船あったよね。日本の海上保安庁の巡視船が間に入り、近づけないようにしています。この船が止まれば、中国公船も。いやぁ、なんというかさ、なんでこの人たちは必死に漁船を追い回してるの。それにはもちろんいろいろ理由があって中国側の主張もあるが。まあ、一番は海が欲しいからだな。なんで、そんなに中国って海が欲しいの?海というよりその下にあると言われている石油が欲しいんじゃないかと言われているんだぜ。それ以外にも石油だけではなくて、漁業も盛んになってきていたりして、漁業も拡大できる上に輸入に頼っている石油なんかが、大量に手に入るとくればなぁ。そんなに石油埋まってるの?ああ、1968年に国連が尖閣諸島含め、東シナ海の海底を調査したところ、まあ、ぶっちゃけるとまあ、石油で有名なイラク並みの埋蔵量があるかもしれないと出たんだぜ。あの島にそんな価値があったの?正確にはその島含めての近辺だけどな。ぐぬぬ。じゃあ中国ってその石油を狙ってるの?なんか後付けっぽくない?本当に埋まってるの?まあ、少なくとも中国が治外法権を無視できるような、後で解説するが海警法なるものを作るぐらいには、埋まってる可能性があると言えるな。ところでさ、尖閣諸島って日本の領土なんだよね。そうだな。一応歴史上で言うなら、1951年にサンフランシスコ条約というもので、日本が台湾を放棄した時に尖閣諸島は日本領土として、残されたものなんだぜ。その後手入れなんかをしながら今に至るな。で、調べたら石油めっちゃ埋まってますってなったと。もちろんそうなったら中国が引くわずもなく。これはお前らみたいな奴らにはもったいないあるね。代わりに私たちがもらってあげるあるよ。まあ、そんな感じで中国が領有権を主張し始めた形だな。でもさ、ここまでするほどなの?さっきも言ったがあくまでも埋まっているものに関しては、相手も裏が取れてるからここまでするんだろうな。実際に中国の主張が始まってからは教科書なんかも改訂し始めたりと、自分の領土だと教え込み始めたからな。なんかやってることが韓国の反日教育みたいなんだけど。まあまあ。でもさ、さすがにそこまでするってことは、曲がりなりにも大国なわけだし、何か根拠や理由があるんじゃないの?ふむ、まあ気になるところだろうな。もちろん相手側にも主張はあるぞ。あの人たちってなんて言っているの?先言っとくとと何言ってんだこいつ?って思うかもしれないのでそこだけ注意なんだぜ。まず、そもそも中国は条約などに対して私たちは合意してない。よって私たちのものっていう節があるんだぜ。ということで私たちのもの。あのさ、どうした?国際法って知らないのかな?まあ、そこは自分たちに都合の悪いことは、知らぬ存ぜぬだったり、守ってる風を装って、普通に破るから、そして自国の領土っていうことの根拠がさらに、今から16世紀ほど前に、中国の施設が航路として使っていたことがあるし、私たちが一番早く発見してたんだから私たちのものだってことだな。なんか歴史だけあの国長いから、そう言っちゃったら何とでも言えちゃうよね。
ぜひ北センチネル島にもその理論で領土を主張してほしいものだぜ。でもさ、こう言われちゃうと一番最初に見つけた国のものなんじゃない？ふむ、実は領土の条件として国際法では、領域を取得するためには、明確な領有の意思を持って、継続的かつ平和的に、領域主権を行使していることが必要とあるんだぜ。まあ、少なくとも武装した船で、漁船を忌まわしてたら平和的じゃなそうだね。まあ、結局歴史を見ると、管理って面で中国は見つけてもずっと放置してたので、この場合領域としての権利を失ってるわけだな。そして最後は日本が奪ったという説だな。え、それって根本から崩れちゃうんじゃ。まあ、昔の日本ならもしかしたらあったんじゃないかな、と思わなくもないのだが、日本はそれについて領土に支配が一切及んでいないことを確認して、領土に入れているんだぜ。あと、結局その後にも、国際条約などに関しても一切何も言ってこず、結局は石油などの埋蔵資源が、見つかった瞬間に手のひらを返してきたわけだからな。とにかく欲しいんだろうね。まあ、そういうことだな。そして今現在また中国が、尖閣周辺で暴れ回ってるって感じなんだぜ。え、あいつらまた何かしてるの？それがまあ、さっき動画で出した感じで、漁船が追われてるってわけだな。こんな感じで現状はかなり中国の圧力が高まってきていることが、かなり問題視されているんだぜ。でもさ、言うてただの脅しなんじゃない？前まではそう思われていたんだけど、最近だとそうでもないんだぜ。え、何かあったの？先月、中国で海警法という、従来なら商船などの原則地外法権な船など、攻撃してはいけないってあったのだが、それらの船に対して中国は海警の船なら攻撃しても良いという、法律が施行されたんだぜ。いやいや、さすがに無茶苦茶すぎない。でもそれって何か問題なの？過剰防衛には見えるけど、まあ、中国ならという憶測になってしまうが、解釈の範囲で尖閣諸島で武力攻撃という名の警告を使い、そこから実効支配をするんじゃないかってことだな。いやいや、さすがにないでしょ、中国だぞ。やりかねん？実際に武装がされていたりするし、そもそも武器の使用が許可されている武装船だからな。中国って本当、何がしたいんだろうねー。まあ、ここまでするってことは、早い話が尖閣諸島の武力による実効支配じゃないか。いやいや、さすがにそこまでしちゃったら関係諸国黙ってないでしょ。いやいや、何を言ってるんだ？中国としては別に一度実効支配さえしてしまえれば、そこからずっと居座り続けて、武力で防衛を固めて陣地を築いてしまえばもうおしまいなんだぜ。いやいや、それこそさすがにないでしょ。確かに、それは、って思うかもしれないが、逆に今までの中国を見ていると全然やってもおかしくはないんじゃないか。ウイグルの民族を強制収容したり、反発する奴は全員不穏分子として兵器で粛清するんだぞ。でもアメリカが黙ってないんじゃない？もちろん黙ってないだろう。だけど仮に今トランプではなくバイデンが、現大統領なわけだが中国が本気で私たちは領土を取り返しただけだ、一切譲らない。そう言って核兵器などの匂いを漂わせたとしたらどうする？そこまで行くと？まあ、本土ならまだしも小さい島だし、中国と本気で険悪になるぐらいなら、素直に諦めそう。もちろん実際はそんなことまではしない？かもしれないが、現状の中国を見ていくと多分実効支配されてしまえば、拉致被害者問題と同じ感じで、結局言葉では注意したりするんだけど、それ以上はしてくれないんじゃないかな。ぐぬぬ。というわけで今回かなり尖閣諸島問題について話してしまったが、皆さんどう思うんだぜ。なるべくいつもは賛成や反対両方の意見を述べていくのだが、今回は結構、反中国寄りの内容になってしまったかなと思うんだぜ。なんかめっちゃ叩いてたよね。まあ、この問題に対してはな。でも実際中国ってもう大国だし日本は遅れてるところが、かなり増えてきたし、ちょっと前まで中国人がコンビニのバイトをしに、日本に来ていたりってのがあったけど。ああ、昔なんか結構いたね。今ではベトナムが増えてきて、そのうち、このままだと日本人が中国のコンビニで働くかもしれないんだぜ。いや、
さすがに、まあ、あくまでも家庭の話だ。だけどそれぐらい中国に学ばないといけないところもあると思うんだぜ。そして、尖閣諸島の見回りをしている海上保安庁の人、本当にいつもお疲れ様なんだぜ。本当あの人たち大変そうだよね。さて、本来ならこの辺で終わるんだが今回はもうちょっとあるんだぜ。え、まだ何かあるの？もう、高評価をしてまた見てねーっていうつもりだったんだけど、なんなら最近言っていない、チャンネル登録についてもお願いしようとしてたよ。通知オンにしてって。おいおい、登録したいと思ったら勝手にしてくれるわずだからやめるんだ。ぐぬぬ。いつも高評価コメント本当にありがとうございます。そんで一体何があるの？これなんだぜ。これは何ですか？ギャグですか？いいえ、おまじです。というわけで今現在中国では肛門 PCR 検査ってのが流行ってるんだぜ。何考えてるんだ？従来の検査で十分成果を出せていたと思ってたんだけど、偽の PCR とか広まって大変になったんじゃないか。ありそう。少なくともワクチンの偽物は出回ってるし。それでいいのか中国。さて、今回中国政府が行っている肛門 PCR。今までなら他国と同様に口などから採取したのだが、なぜか、肛門からも検体を採取して検査するようにとのお達しが出たんだぜ。コロナで頭がおかしくなったのかな？いやいや、至極おまじなんだぜ。一応検査の精度を高めるためという理由みたいだが、正直中国が率先してやるってことで信用ができないなというのが現実だな。そりゃあねえ、さすがに無理があるよね。そして今回中国人だけに対してではなく、韓国人などの外国人に対して、いきなり指定のホテルに検査要員が現れて、おい、お前らズボンを抜け。そう言われて、パンツを下すよう要求され、そこからさすがにヤバいと思ったのか、この韓国人は、慌てて韓国大使館に助けを求めたところ、肛門 PCR 検査は免れ弁の提出だけで済んだみたいだな。いや、もう検便でいいじゃん。いやいや便だけならまだわかるけどもさ、なんでアニャルさんに検査キットぶっ刺されなきゃいけないの？変態じゃないの？それそういう趣味なんじゃ。アニャルさん言うなし。いや、ほら、あんまし肛門言うのもあれだしね。まあな。てか今韓国人について話してたけど日本は、もちろん日本人も遠慮なくぶっ刺されてるぞ。なんか日本として言うことってないの？誠に遺憾であり遺憾の意を表明します。確かにそれ言うのすごい得意な人だけども。まあ、というのは置いといて。さすがに日本でもこれに関しては、心理的苦痛がかなり大きいとして、これからも抗議を続けていくみたいなんだぜ。実際、そこそこ身分の高い人から苦情も来てるみたいだしな。やめるように言わないの。それについては返答が得られていないんだぜ。多分ずっと言わなさそう。というわけで今回はこの辺なんだぜ。このチャンネルではこんな感じで、真面目な国際問題から、ちょっと変な話まで、幅広い時事ネタを取り扱っていくので、もしよければ高評価を押して、また見てくれると嬉しいな。あと、コメントとかでも、これが違うとか、こう思うとか書いてくれると励みになったりします。それじゃあねー。